アイムの構造。1はユニット単位、2は、ジュサ、3は、ケイサ、4はジェサ、5は、分子内ジするフィド結合アイムの構造の模式図。青はジュ黄サ、は、ケイサ免疫グロブリニエムは、B 細胞に存在する抗体のクラスの一つである。赤血球の ABO 式血液型の由来となる、A 抗原、B 抗原に対する、主な抗体もこれに属するものである。 また人の持つ中では最もサイズが大きな抗体でもある。抗体は無脊椎動物には見られず、軟骨魚類以降の脊椎動物で見つかっており、アイムのみがそのすべてで共通に見られる。アイムでは、いくつかの免疫グロブリンが、ジスルフィド結合でつながって、多量体を形成している。5量体が多いが6量体のものもあり、5量体の分子量は、約900キロである。 一つの単量体が二つの抗原結合部位を持っているため、5量体のアイムには合計10個の抗原結合部位があることになる。しかし、抗原のサイズが大きいため、通常、アイムに10個の抗原が同時に結合することはない。ジェイサは5量体のアイムにはあるが、おそらく空間の制約のために6量体のアイムには現れない。また、ジェイサを書いた5量体もある。 現在のところ、5両体のどの部位に J 差があるかも、5両体には2つ以上の J 差が含まれることがあるのかもわかっていない。アイムはとても大きな分子であるため拡散しにくく、少量が間質液中に存在し、ほとんどは結成中に存在する。アイムは多両体であるため、親和力が大きく、個体活性も高い。生殖細胞では、 重鎖のミュウ領域の遺伝子が最も先頭に一致している。このためアイムは成熟した B 細胞で最初に発現する免疫グロブリンである。またアイムは20周目ほどの胎児が最初に発現する免疫グロブリン、系統発生学的に最も早くに発達した免疫グロブリンでもある。感染の初期に発現し生体防御の初段階を担うのはこのアイムに属す。 いずれかの抗体で、それらは症状が進むと再び発現するようになる。またアイムに属す抗体は人の体盤を通過できない。これらの二つの生物学的性質によってアイムは感染症の診断に用いられる。患者の血性の中にアイムが見つかると感染症にかかっていることを意味する。また新生児の血性から見つかると 先天性風疹など子宮内での感染があったことがわかる。アイムは感染の体験がなく免疫がない時でも血清中で特異的な抗原に結合していることがある。このためアイムは自然抗原と呼ばれることもある。この現象はおそらくアイムの抗原との高い神話性によるものであるものと思われる。例えば赤血球中で栄抗原。 B 抗原と結合しているアイム抗体などである。アイムは血液型の違う輸血を受けた場合に血液が凝固する現象の主な原因である。ありがとうございます。